釈迦の本心、よみがえるブッダの悟り、大川隆法、第6章、人間感性の哲学。1、悟りとは何か。最終章では、古くて新しいテーマである悟りについて考えてみましょう。釈迦仏教の魅力の根源は、この悟りの部分にあると言ってよいでしょう。悟りというのは非常に面白い考え方です。そこには単に他力によって救われるべき存在としてではなく、自らの足でしっかりと大地に立ち、力強く伸びていこうとする人間の姿があります。ここに仏教の人気の秘密があると言えます。すなわち、仏教の根本には非常に強いものがあるのです。仏教を悲観的で弱々しい宗教と捉える人もいるでしょうが、仏教の中には強く立ち上がるための方法論、強者となるための方法論があります。各人が悟りを得て仏になっていくという仏教の思想は、2000数百年前においては非常に画期的なことだったのです。この思想は後世の大乗仏教独自のものではなく、ゴータマが説法し、5人の修行者をアラカンの悟りに達したと判定した時点からスタートしています。人間は世間一般のため、社会や国家のために生きることが可能です。しかし、出発点と終着点においては、自分というものに返ってくる面がどうしてもあります。それゆえ、自分というものを無視した思想や理論は、多くの実を結ぶことはありません。例えば、共産主義社会において、国家のための共産主義ということを唱えても、結果として個人の労働意欲や向上意欲がなくなってしまいます。これはこと全体についての考え方とも関係しています。もとより全体から分かれてきた個、仏の生命から分かれてきた個性ある光ではありますが、個が個として存在している理由は、それぞれの個性を伸ばし、光らせていけということなのです。したがって、究極の目標として、全体の向上を目指すことは当然であっても、出発点においては、各人の個性を光らせることは無視しがたい課題です。ジッパ人からげに人間を捉えるわけにはいきません。個性ある光として散乱した生命であるならば、その生命がいかにして独自の光を放つかが大事です。すなわち、悟りとは単なる救済という観点ではなく、もっと力強く積極的な価値をも内包する考え方なのです。これは結局、人間の生きがいにも結びついています。三次元という不安定な世界に送り出された人間が、いかにして生きがいや自分の存在意義を見出すかという問題の回答が、実は悟りにあるのです。悟りとは、別の言葉で言えば、いかにして自らの自覚を高めていくか、いかにして自らの人生の目的と使命を知り、また世界の秘密を知るかということです。結局、悟りとは本当の意味で知るということであり、それが新たな幸福感と大いなるエネルギーを生み出していくのです。
このように悟りというものを単に個人主義的な考え方とは捉えずに、それは個性の意味、個が光を放つということの意味を表しているのだと考えていただきたいと思います。2. 悟りの前提。それでは悟りを得るためにはいかなる前提が必要なのでしょうか。またそのために必要な心がけは何でしょうか。悟りには諸として3つの前提があります。第1の前提は、人間は無限の可能性を秘めているという認識です。これがなければそもそも悟りは成り立ちません。人間は無限の可能性を秘めた存在、無限に伸びていく可能性を内包した存在であると定義することもできます。人間というものを運命という川の中で浮きつ沈みつする哀れでみすぼらしい存在と定義するならば、悟りはありえないことになります。しかし仏教ではその根本において人間の本質を無限に良きものと見ているのです。第二の前提は、発心なければ悟りなしということです。発心とは心から思い立つことであり、別の言葉では菩提心とも言います。菩提心とは悟りを求める心のことです。向上していこうとする心は外から与えられるものではありません。そうした情熱が自らの内から湧き出し、ほとばしってこなければ悟りを手に入れることはないのです。したがって発心が非常に大事です。発心をなすことは各人の義務であり、また権利でもあります。発心なくして悟りはありえないのです。第三の前提は、人間は努力を通して結果を得ることができるという考え方です。これは第5章縁起の法でも説明したように、種をまけば果実が実るということです。これなくして悟りはありえません。努力にはそれだけの報いが来るという原因結果の法則をしっかりと身につける必要があります。現象としては努力が実らないこともあるでしょう。しかし心の世界においては、原因行為すなわち種をまく行為があれば、それは必ず実ることになっているのです。例えばこの世では他人に親切を施しても誤解されたり、実を結ばなかったりすることがあります。しかし霊的世界においては、親切心を起こしそれを実行したならば、結果がすでに現れているのと同じなのです。すなわち霊的世界においては、原因となる思いや行動があれば、すでに結果が出たのと同じである。悟りの世界では因果の法則は確定していると考えてよいのです。一番目に、人間は無限の可能性を秘めているという人間観を持つこと、二番目に発心し勇気を振るうこと、三番目に悟りの世界においては種をまき、それを育てる努力があれば必ず果実が実るという因果の法則が 100% 的中するのだということを知ること、悟りの前提としてこの3つが要求されているのです。3. 悟りの
方法論。それでは悟りの方法論にはどのようなものがあるのでしょうか。悟るためにはどのような努力の仕方があるのでしょうか。これには主として3つの方法があります。第1の方法は、修行を重ねつつ知恵を得、ある場合は心の窓を開いて霊的現象を実体験しながら認識力を拡大していくという道です。プロの修行者、プロの宗教家の道と言ってよいでしょう。先進仏法真理の学習に打ち込み、仏法真理の実践の中に身を置いて生きていく。そして様々な霊的体験などを積み、それによって得られた認識力で世の中や自分を見ていく。この方法が本道に最も近いことは今も昔も変わりません。釈迦教団の特徴の一つは、プロの宗教家、宗教の専門家といえるものを作り得たということです。当時は現代ほど社会が複雑ではなかったせいもありますが、少なからぬ人々がこの世の生活を打ち捨てて出家しました。出家するというのは、悟りを求めるためにプロの修行者として生きる決意をしたということです。出家の是非については様々な意見があるでしょう。しかしこの世において一家をなし、道を完成し、一角の人物になっていくためには、先進その道に努力しなければ本当のものをなかなか得られないというのが、どのような道においても道理真理なのです。芸道においても、一角の役者俳優となるには、芸に一心に打ち込まなければなりません。画業においても、かなりの数の絵を描き続けなければ本物にはなれません。いわゆる日曜画家では大画家にはなれないのです。そうしたことが前提としてあるため、釈迦教団においてもプロの宗教家を育てるということを行ったのです。第二の方法は、在家の修行です。これはこの世に立脚点を持ち、三次元的な生活を送りながらも、心は仏法真理の世界に遊び、自分の余暇のすべてをつぎ込んで、自分なりに仏法真理の探求、学習、伝道に励むという考え方であり、仏法真理の流布のためには非常に大切な考え方だと思います。多くの人たちはプロの宗教家になるところまではいきません。そのため在家の修行というものも大事です。もちろん在家の修行は出家の修行とは異なりますが、ある意味では出家の修行よりも難しいところがあるのです。なぜなら、在家においては仏法真理とかけ離れた日常生活が展開するからです。プロの修行者たちが修行に専念できるのに比べると、在家の修行者にはハンディがあると言わざるを得ません。それは砂地の上を走る状態、あるいは鉄の下駄を履いて走る状態と同じだと言えるでしょう。しかし仏法真理とかけ離れた難しい世界の中で、心を常に仏法真理に向け修行者として生きていくのは、それだけの力がつくことでもあり、ある意味では非常に
有利な立場にあるとも言えます。それだけ魂を磨く機会が与えられているということです。第三の方法は、悟りというものを多様な形に変化させながら、世の中に浸透させていくことです。第二の方法として挙げた在家の修行は、職業は職業、仏道修行は仏道修行と二分化して考えているのに対して、この第三の道は、悟りを宗教の世界から一般の世界に解き放つことを意味しています。すなわち、悟りそのものを求めるだけではなく、自らが得た悟りを他の形に変形させながら、世の中に広げていくという手法を取るのです。自らが学んだ仏法真理を芸術や文学、思想、あるいはビジネス社会や家庭などの現実問題に応用して多角展開していくということです。これは悟りの本道とは異なりますが、自らの文を知った人間がその範囲の中で自らの悟りを実践していこうという生き方です。プロの修行者の道ではありませんが、多角展開としての悟りの応用という道もあるのです。現実生活の中に仏法真理を生かしていく実践を中心として、その経験を悟りとして身につけていくやり方です。4. 悟りの構造。次に悟りの構造論について話をしましょう。悟りの構造を考えるためには、人間の魂や心の仕組みを考えなくてはなりません。人間の魂や心はどのような構造、仕組みになっているのかということを明らかにする必要があるのです。そのためには、まず魂や心の定義が必要となります。魂とは等身大の形状で肉体に入っている霊的エネルギー体のことです。人間を霊視してみると、肉体と寸分たがわぬ大きさの魂が入っており、その魂には目も鼻も口もあります。本来、魂は姿、形なきものですが、人体に宿ることによって、人体上の形態をとるのです。これに対して、心とは魂の中枢部分、中核部分です。それはちょうど、卵で言えば、黄身の部分に相当すると言えます。魂をコントロールするための中核部分を心と呼んでいるのです。視覚的に言うならば、心は人間の胸のあたりにあると考えてよいのです。魂は心の部分を通じて無限の世界につながっています。個々の魂は孤立分断されたものですが、心の部分が無限の世界につながっているのです。したがって心の一部分が無限の世界につながるロープのように見えることもあります。このロープをチューブと言っても良いのですが、その中を進んでいくと様々な世界に通じています。つまり人間の魂は三次元で肉体と共存しながら生活していても、心の部分は四次元から九次元までの各領域につながっているのです。これはこの世的には非常に不思議な感覚ですが、皆さんは
こうした心の世界の構造を認識しなければいけないのです。それは哲学でいう一足多他足一の考え方にも似ています。そこにあってそこにないもの、そこになくてそこにあるもの、こうした一見矛盾するものが両立する世界、それが心の世界です。したがって人間の心という覗き窓を通してみると、そこはすでに実在界なのです。それはちょうど大都市のビルディングの展望台から望遠鏡で世界を見ているような感じであり、まるで全ての世界に通じているかのようです。このように心というものは展望台にある望遠鏡のようなものだと言えます。焦点をうまく合わせると、はるかに遠い世界を見ることもできれば、近くの世界を見ることもできます。はるか遠くの山岳を見ることもできれば、近くにある大都市の街並みを見ることもできます。心の焦点距離をどう合わせるか、レンズをどう調節するかによって、いろいろな世界が見えてくるのです。結局悟りとは心の焦点距離を合わせるための方法でもあるのです。悟りの構造として次元というものがありますが、これは心という望遠鏡をどの方向に向け、どの程度の倍率で、どの程度の焦点距離で像を見ているのかということを意味しています。近くを見るか遠くを見るか、現在ただいまの立場からどちらも見ることができるのであり、さああなたはどうしますかということなのです。さまざまな次元は皆さんの現在の立場を離れた世界にあるのではありません。現在ただいまにおいてその世界を感じ取り、自分のものとすることができるのです。5. 悟りの効果。前説では心という展望台にある望遠鏡のレンズを合わせ、さまざまな距離にあるものを見るということを悟りの方法として捉えました。それでは悟りの効果とはどのようなものなのでしょうか。悟ることによってどうなるのでしょうか。悟りにはいかなる功徳があるのでしょうか。こうした疑問が湧いてくることでしょう。悟りには書として3つの効果があります。第一の効果は、自己の認識力が高まることによって、この世的な悩みや苦しみ、不安などを解消できるということです。認識力の増大によって、さまざまな悩みを一掃することができるのです。第二の効果は、より多くの人のために貢献できるということです。自分や世界を知れば知るほど、本当の意味で人々を幸福にし、素晴らしくしていくための方法がわかります。悟りには人格を向上させると同時に、多くの人々を益するための影響力が増すという効果があるのです。第三の効果は、悟りそのものに付随するものとして幸福感があるということです。この幸福感は、収入が増えたり、地位が上がったり、人に褒められたりといった、この世的な幸福感とは全く違ったものであり、例えようもない喜びです。真理を悟ったという喜びは、
人間の魂が味わうことのできる最大の快楽でもあるのです。こうした喜びが人間には与えられています。この喜びを知らなくては人間として真に生きているとは言えません。悟りは人間として生きていく途上で仏から与えられる最大の贈り物です。この喜びを知らなければ本当の人間とは言えないのです。このように悟りには第一に認識力の拡大によって悩みを解消し、第二に他の人を益することができる範囲が広がり、第三に悟りそのものに付随する最高の喜び、幸福感を享受できるという三つの素晴らしい効果があるのです。6、アラカンとは何か。次にアラカンについて述べたいと思います。釈迦の教えの中で、教育目的として一番重視されたのは、アラカンの状態となることでした。アラカンがなぜそれほど重視されたかといえば、アラカンの境地は、この世の人間として、第一段階の完成であると同時に、あの世の高級書類からの通信を非常に受けやすい状態だからです。すなわち、アラカンとは、この世にあって、実在界の存在を感じ、実在界に生きるがごとくに、この世で生きることができるようになる最初の段階なのです。アラカンの境地は、私の説いている段階論で言えば、六次元光明界の上段階の悟りに相当します。六次元の悟りというのは、仏法真理を知的に詰めていって悟る段階ですが、六次元の上段階は菩薩の前段階であり、ここにいるのは菩薩の卵、菩薩への登竜門にいる人たちなのです。アラカンの状態にもいくつかの段階がありますが、ここでは二つに大別しておきましょう。第一はアラカン光という状態です。これはアラカンに向かっている状態です。第二はアラカン化という状態です。化とは結果という意味であり、アラカン化とはすでにアラカンに達した状態のことを言います。アラカン光とアラカン化の違いはどこにあるのでしょうか。プロの修行者としての自覚を持って生きており、心が悩みや苦しみから解放された境地にあって、常に精進を怠っていなければ、アラカン光の状態にあるということができます。そしてアラカン化となるためには、そうした状態が少なくとも 2,3 年は続いているという実績が必要なのです。心が穏やかで、とらわれがなく、少々の揉め事や波風があっても、心が乱されない状態。そして、自らをよく振り返り、精進を怠らず、ある程度、天上界からの指導も受けられる状態。こうした状態が3年続けば、アラカン化になったと言えます。一定の期間、その状態を持続することが必要であり、それができなければ本物とは言えないのです。アラカン光になるだけであれば、人によっては1週間ぐらいで可能です。幼い頃からの記憶を取り戻して、間違った思いと
行いを一つ一つ反省し、両眼から涙が頬を伝うに任せて、頬を流したとき、守護霊の声が聞こえ、その光を浴びて、アラカンの状態になることがあります。このように、早い人であれば、3日から1週間でアラカン光になることが可能です。しかし、この状態が長く続くかどうかが鍵となります。1週間ぐらい山にこもって反省行を行い、アラカンに近い状態になったとしても、下山して日常生活に戻ると、また心に曇りを作ってしまうのが人間の常だからです。頬を流して自らの神聖を誓った気持ちが2年3年と続いて初めてアラカンカの状態になるのです。そしてアラカンカの状態で地上を去ることができれば、その人は間違いなく6次元光明界の上段階にあるアラカンの世界に帰ることができます。ところが、一旦はアラカン光に達しても、そこから転落するものが数多いのです。それはちょうど崖道を登っている人たちが、頂上まであと少しのところで、ゴロゴロと転げ落ちていく姿にも似ています。アラカン光になるのは、ある意味で万人に可能ですが、アラカンカに達するのは非常に厳しいのです。アラカン光に達することは、仏法真理を学び、修行をしていけば、おそらく100人が100人とも可能でしょう。しかし、アラカンカに達するのは、その100人のうちの4人か5人に過ぎないのです。そして、アラカンカに達した人たちの中で、菩薩の境地にまで入っていけるのは、10人のうち1人にも満たないのが実情です。アラカンカが100人いたとして、菩薩の世界に入っていけるのは、そのうち10人もいれば良い方なのです。アラカンカの状態になるためには、アラカンの状態が3年間は続かなければならないと述べましたが、菩薩の境地にいるためには、それが一生涯を通じたものでなければなりません。菩薩は利他を旨として、一生を生き抜いていくことが前提となっていますが、それはアラカンカの状態が一生を通じて変わらないということと同じなのです。したがって菩薩の境地にいるのは非常に困難を極めます。千人の人が修行をしていたとしても、最後に菩薩の悟りまで行ける人は非常に少ないのです。7. アラカンの修行。アラカンの修行についてさらに話を進めましょう。千人の人が修行に打ち込んだ場合、指導者がよく、各人の心がけも良ければ、千人が千人、アラカン光に達することが可能です。そして少なくとも1週間や2週間はその状態を維持することが可能だろうと思います。しかし、そこからアラカンカに達することができる人は、その千人のうち50人ぐらいだけなのです。そして、そこから菩薩になっていくのは、その50人の中で5人内外に過ぎません。これほど厳しい試練が待ち受けているのです。
それでは、アラカンの修行として、最も大切なことは何でしょうか。これには、主として2つの徳目があります。第一の徳目は、一生涯、すなわち死ぬまで自分を磨き続けるという心構えを持つことです。人間の心はガラスのようにすぐ曇りができて汚れるので、ガラスを磨くがごとく、毎日自分を磨き続けることが必要なのです。そのためには自分を磨くことを日常生活に取り込んでしまわなければなりません。食器を洗うがごとく、洗濯や掃除をするがごとく、毎日毎日自らの心を磨いていき、それを一生涯続けていくのです。第二の徳目は、謙虚な姿勢です。なぜなら、アラカンの段階で一番危険なのは、増上慢であり、小さな悟りで満足し、創生してしまう人が出やすいからです。特にアラカンの状態では、霊的現象が起きやすいので、注意が必要です。アラカンの状態になると、他人のオーラが見えたり、守護霊の声が聞こえたりすることがあるので、自分は偉大な光の菩薩であると錯覚することも多いのです。従って、自らを謙虚に見つめていくことが大切になります。霊的現象が起きたとしても、それに慢心することなく、一つの経験として静かに受け止め、玉石の中の玉を選んでいく工夫をすることです。すなわち、霊的感覚においても安定感が大事なのです。優れたドライバーが自動車を手足のごとく扱って安全運転をするように、霊的現象を難なく動かせるようになれば問題はないのですが、現実にはそうでない人が多いのです。第一に、一生涯を通じて己を磨いていく姿勢を忘れないこと。第二に、謙虚さを特に肝に銘ずること。そして、謙虚さを忘れる原因の一つに、霊的現象があるので、それに対して注意すること。アラカンの修行においては、これらが大事なのです。8、菩薩の本質。アラカンの次の段階である菩薩について述べていきましょう。アラカンの状態で3回ぐらい転生を繰り返さなければ、なかなか菩薩にはなれないというのが霊界の仕組みです。そして人間が転生を繰り返す中で、アラカンの状態に達することができるのは、大抵の場合、偉大な同志が地上に降りている時だけです。それ以外の時に、平凡な市民として地上に生きていたのでは、独力でアラカンの状態に達するのは困難です。中には自分の人生経験を通じて独自にアラカンの段階に達する人もいますが、割合としてはかなり低いと言ってよいでしょう。アラカンが大量に生まれるのは偉大な指導者が地上に出ている時なのです。それゆえ偉大な指導者が出る時には人々はこぞって地上に出たがるのです。大同士が地上に出たとき、その弟子となり、その法を学んで、
アラカンの状態に達することができれば、以後それが一定の実力として残ります。野球の打者に3割バッターと言われる選手がいて、一旦3割以上を打てるようになると、その実力はそう簡単に落ちるものではないのと同じです。そして大同士の下でアラカンに達した人が、次の天章、さらにその次の天章と繰り返していき、3回生まれて3回ともアラカンの状態を続けることができたならば、次にいよいよ菩薩の段階に入っていくのです。これが平均的な姿だと言ってよいでしょう。菩薩の認定には極めて厳しいものがあり、その認定がなされるまでにはかなりの年月をかけて実績を積まなければなりません。平均的な人間がほぼ300年に1回の割合で生まれ変わるとすれば、菩薩になるためにはアラカンに達してから約1000年の歳月を要することになります。それだけの修行を重ねていかなければ菩薩の一員にはなれないのです。したがって菩薩を目指す修行者は1000年もの間、不退転の気持ちで努力し続ける気概が必要です。しかし大抵の人は1年ぐらいは、あるいは3年ぐらいは努力ができても、よほど意志の力が強く謙虚な心で努力を続けていける性格でなければ、1000年間も努力し続けることは難しいのです。ただ1000年かけて菩薩となった場合には、その境地はそう簡単に崩れるものではないことも確かです。菩薩からはプロの世界です。菩薩というのはプロの指導者、プロの教育者であり、プロとアマの差は歴然としています。心を練りに練らなければプロと呼ぶことはできないのです。菩薩になるにはそれだけの修行年数が必要であり、一朝一夕で菩薩となることはできないことを知ってください。単に小さな親切や愛の募金をしただけで菩薩になれると思ってはいけません。それだけの忍耐力を持ち、生まずたゆまず向上への道を歩んでいかなければならないのです。菩薩の本質の中には利他愛があるわけですが、その愛の奥には世の中を良くしようと決意し、不退転の気持ちで生まずたゆまず道を歩んできた者に特有の強さがあります。賢人不罰という言葉で呼んでも良いでしょう。すなわち人々を救い、人類を光明化し、世界をユートピア化するという理念のために、長い年月生まずたゆまず山道を歩んできた人が菩薩として活躍しているのです。したがって彼らの光は単なる飾り物の光ではなく、底光りする光だということができます。何百年何千年もの修行の結果、魂が底光りしているのです。決して借り物の光ではなく、魂の奥深いところから光が出ているのです。9、如来の本質。千人のアラカン公のうち、菩薩になるのは5人もいれば良い方であり、またアラカンから菩薩への修行には
千年の年月がかかるという話をしました。それでは菩薩が如来となるにはどうすればよいのかというと、いろいろな時代や地域に菩薩として20回、30回と生まれ、どの時代のどの地域に生まれても、自分の目標を8割から9割以上達成できた人が、魂の安定感と仕事の能力を買われて如来になるのです。それゆえ、菩薩が如来となるには、成功の経験を1万年以上は続けていかなければなりません。それも上段階の菩薩としてという条件があるので、非常に難しい修行となります。菩薩として進化し、上段階の菩薩となったとしても、1万年もの間には、天正輪廻の過程で、ある程度の浮き沈みを作り、間違いを犯すことがあります。菩薩として人を生かし、利他行に励む立場にあるにもかかわらず、ある時には新興宗教の教祖となり、魔にそそのかされて、自分を宇宙の根本心のように思ってしまい、間違いを犯す例もなきにしもあらずです。ただ、そうした間違いを犯しても、本来は霊覚の高い人であるため、やがて立ち直り、元の世界に戻ってきます。しかし、その時はまたゼロからのスタートになります。菩薩として、千年、2000年の修行をしていても、一旦転落し、200年か300年、心の赤落としをした場合には、もう一度、初めから修行を始めなければならないのです。このように、上段階菩薩として、1万年間成功し続けるということが、如来の条件であり、たとえ9000年間は成功したとしても、残りの1000年でつまずいた場合には、その9000年が不意になり、またゼロから1万年を始めることになります。それだけ難しい修行となっているのです。そのため、上段階菩薩の中で、如来になる魂は、1万年間で500人に1人ぐらいしかいません。500人の上段階菩薩が努力に努力を重ねた結果、1万年に1人だけ如来になるということです。現在、霊天上界には如来を目指して修行中の上段階菩薩が2000人前後いると言われています。500人に1人の割合だと、2000人では4人になります。つまり、1万年間に4人だけ菩薩の中から如来が出るのです。すなわち、如来が出るのは平均すると2500年に1人ということになります。現在、人類は地上に約60億人、霊天上界を含めると約500億人います。その500億人が修行に修行を重ねた結果、2500年に1人だけ如来が誕生するのです。如来となる道はこれほど難しいものなのです。しかし、たとえ2500年に1人であっても、その1人が出ることは人類全体にとって大変な喜びです。部屋に100ワットの電球をつけるとパッと明るく輝くように、実在の世界においても2、3000年に
一度如来が誕生すると大きなシャンデリアが飾られたようになり、その度に喜びが満ち溢れます。新たな如来を迎えて天上界の力が増すのです。天上界ではこうした根気強い活動を踏まず絶まず続けています。如来となった人は女王蜂のごとく数多くの卵を産み、多くの者たちの精神的な中心になっていきます。新たな指導者の誕生です。如来はそれだけの年月をかけて努力を積んでいるので、不動の実力を持っており、その実力でもって多くの人々を導いていくのです。現在天上界にいる如来は500人にも満たず400数十名であると言われています。それだけの人数で500億近い人間を指導しているのですから、如来には一人で1億人くらいを指導できるだけの力が必要となります。そうした指導力を養うために、上段階菩薩としての修行を1万年も成功させ続ける必要があるのです。しかしそれだけの実績を積めば、誰もが必ず入っていける道であることも事実なのです。10ブッダとなる道。前説では如来となる道を示しました。平凡な魂であっても、踏まずたゆまず努力すればそこまでいけるということであり、地球出身で如来になった人がかなりいることも事実です。さらにその上にはブッダと言われる存在があります。ブッダとは覚醒せる者、悟りたる者という意味であり、それぞれの星において救世主として輝いている方々です。そうしたブッダが地球系霊団には10名います。ブッダと呼ばれる存在は単に1億人を指導するだけではなく、一つの霊系団の責任者となれるだけの実力者です。如来がブッダ、つまり九次元の大如来となるためには、どれほどの努力が必要とされるか、皆さんはわかるでしょうか。如来となって最低でも1億年の実績がなければ、ブッダにはなれないのです。如来として幾天生し、1億年以上にわたって人類を導いたという功績があって、初めて九次元の大如来、救世主の世界に入ることができます。上段階菩薩が如来となるのに1万年かかるという話をしましたが、如来が大如来となるには実に1億年の歳月を要するのです。したがって今8次元にいる500名近い如来たちは、如来として1億年の歳月を経ていなければ9次元の大如来にはなれないのです。しかもその間に転落した場合には、またゼロから始めることになります。大如来の誕生は実に難しいものなのです。1億年か2億年に1人の割合で大如来が誕生しているようですが、地球系霊団では地球系出身の大如来はまだ出ていません。現在九次元にいる大如来たちはすべて他の天体から渡ってきて地球霊団を作ることに関わってきた
人たちです。ただ、地球においても、8次元上段階の競技の太陽界に何人かいるので、彼らがやがて大如来となる可能性はあります。おそらく、ここ数千万年のうちに、大如来となる人たちが出てくるだろうと思います。そして、新たな大如来が誕生した場合には、9次元の大始祖霊の数が増えることもあれば、大如来のうちの誰かが他の惑星に移り、そこで新たな始祖をすることもあります。このように人間の魂